プーチン氏、我が国では逮捕されない、ブラジル大統領が明言。20カ国・地域首脳会議、G20 サミットの次期議長国、ブラジルのルラ大統領は9日、ロシアのプーチン大統領が来年の G20 サミットに出席する場合、ブラジルで逮捕されることはないと明言した。プーチン氏はウクライナ侵攻をめぐり、国際刑事裁判所、ICC から逮捕状を出されており、 ブラジルは ICC 加盟国、G20 サミットのためニューデリーに滞在しているルラ氏は、出演したテレビ番組で、私が大統領である限り、プーチン氏がブラジルに来て逮捕される可能性はないと述べ、簡単に来られるはずと強調、新興5カ国、ブリックス首脳会議のため、ロシアを訪問する意向も示した、ニューデリーの G20 サミットには、ロシアからラブロフ外相が参加している。 中国からの大量の嫌がらせ電話は中国共産党支配の崩壊の前兆といえる理由福島産のみならず日本産海産物全面輸入停止東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出で中国政府が日本産の水産物の輸入を全面的に停止した影響が国内の水産業に出ている日本政府は 影響を受けた水産業者に追加支援策として207億円を支出する処理水の放出に関しては風評対策や漁業者の事業継続などを目的としてすでに800億円の基金を設けているこれで支出額の総額は1007億円となる実は中国によってもっと言えば習近平によって日本の水産業が揺さぶられるのはこれが初めてではない 習近平は中国共産党総書記に就任した2012年の秋には、いわゆる倹約令を出した。急速な経済成長も伴って、それまで当たり前のように振る舞われていた党員や役人などの高級接待や豪華な宴会を禁止させた。虎もハエも叩くとして、庶民に評判の良かった汚職摘発と同時に打ち出した政策だったが、こちらの方はそれで潤う庶民も減ったことから、喜んでいる人は少ないと現地で聞いた。 その影響は日本にも及んだ宮城県の気仙沼港といえば日本一のサメの水揚げで知られるここで加工されるフカヒレは高級品として中国にも輸出されていたところが倹約令によって中国需要が落ち込むと生産ラインを止めたり閉鎖に追い込まれる工場が出てきたりしたただこうしたことは中国の国内事情による局所的なものであったが今回は国家を挙げての全面的な輸入停止措置だ もはや経済戦争における宣戦線布告、福島第一原発のトリチウムの年間の放出量は22兆ベクレル以下に抑える計画だが、日本政府が作成した資料によると、中国は2020年に浙江省にある深山第三原発から約143兆ベクレル、21年には広東省の陽光原発が約112兆ベクレル、福建省のネイトク原発は約102兆ベクレル。 遼寧省のホンヤンフ原発は約90兆ベクレルのトリチウムを放出している日本側は科学的な根拠に基づいた説明を中国側に求めているがこれに応じていないそうなると覇権主義的な発想に基づく嫌がらせかもはや経済的な戦争を仕掛けてきていると言っても過言ではないあるいは外交カードとして中国市場の解放を条件に日本側に譲歩を迫るつもりなのかそれは日本が米国と足並みを揃える 先端半導体製造装置の輸出規制の解除なのか、あるいは中国が申請している TPP 参加の承認なのか。だが、輸出規制の解除にしろ、TPP 参加承認にしろ、そうなった途端に中国が日本産水産物の輸入停止を解くようなら、最初からそんな国に科学的根拠など通用しないはずだ。それだったら、日本政府が支援策に打ち出しているように、中国以外の海外への販路拡大を目指した方が賢明だ。 いつまたチャイナリスクが襲うか計り知れない嫌がらせ電話は政府主導か個人の自発的意思かそれにもまして驚かされているのは処理水放出直後から日本の企業や団体に中国から嫌がらせの電話が殺到したことだ大量の迷惑電話は発信元として中国の国番号86が表示されているという中国国内からかけていることになるそんなことも以前にはなかったはずだ 電話に出ると、中国語で一方的にまくし立てて切られる中国人から日本への嫌がらせ。それも中国当局による組織的なものなのか、反日感情に煽られた個人的なものなのか、定かではない。しかし、後者であるとすると、少し考え方を変える必要がある。今、中国は日本病に陥りつつあるとささやかれている。経済回復もままならず、人口減少や少子高齢化が進み、不動産バブルの先行き不安は、 日本のバブル経済が崩壊してデフレが続いた失われた30年と重なるからだそこには時代の閉塞感が伴う党政府への不満を日本への反発に変換する狙いか恒大集団が象徴するように不動産不況が中国経済を後退させているさらに米中対立に始まる日本や欧州との対外関係の悪化は対中投資を激減させ貿易も振るわず 経済悪化を助長する。若年層の失業率の悪化も著しく中国政府が公表を差し控えるほどだ庶民に不平や不満が蓄積され若者には行き場のない閉塞感が広がるそれが日本への嫌がらせ電話でガス抜きの役割を果たすあえて中国政府がそうさせるように煽ったのかもしれない一党独裁の中国共産党が最も恐れるのは国民が反発すること暴動を起こすことだ 最も暴動が起きやすいのは腹をすかすことだ腹が満たされて経済的にもある程度豊かであれば不満はないだから昔から食料供給食料価格の維持には神経を尖らせるしかし昨年の白紙運動のように中国政府のゼロコロナ政策に反発する動きが全国の主要都市で起きてしまったのでは遅い中国政府は手のひらを返したようにゼロコロナ政策をやめてしまった 日本病に陥る国民の不平不満を日本に向けさせることでガス抜きさせるそれが中国政府の意図であろうとなかろうとその矛先が中国政府に向かったところで習近平指導部に危機的状況が訪れる今回の中国の日本産水産物の全面停止措置について私は過去に日本が大騒ぎした中国の独食問題への意趣返しであるとも書いた参考、原発処理水放出に中国猛反発 デマや科学的根拠なき批判を放置する男の正体、処理水放出を口実に、中国が日本に仕掛けた新食糧戦争、日本の食品輸出がピンチ、中国が処理水を口実に日本の米、菓子にも嫌がらせ。そういえば、失われた30年の間に、2000年代、2010年代と、やはり中国の独食報道が流行った時期があった、報道する立場だったから。 よく覚えているその時にどうして日本人はこれほどまでに中国の独食にこだわるのか中国現地で食事をとりながら不思議に思ったこともあった今にしてみればそれも日本社会に漂う閉塞感のガス抜きだったのかもしれないそして今日本に向かう嫌がらせ電話が中国社会に蔓延する不平不満の吐け口であるとするのなら中国共産党の崩壊もそう遠くないのかもしれない政府への批判を外交に向ける ここれははどのの国も同じ問題はその度合いだ今回の中国の対応はなりふり構わずに見える台湾危機もその一環それだけ追い詰められている習近平も外遊を控えている留守にしたら心配なんだろう不動産バブルが弾け始めたが以前から経済成長を維持するために自動車関連への補助金など相当の寄与されるばらまき政策があった中国共産党が経済指標を正確に出しているとは思えない 先の党大会でも習近平の参戦に反対する勢力があったというがある日突然習退陣という報道があるかもしれないいや何が何でも全てを制御しようとする体制は必ず崩壊する占領地域にロシア兵42万人余り駐留国防省が分析ウクライナの軍事情報機関によるとロシアはクリミアを含む占領地域に42万人を超える兵士を駐留させ ウクライナ軍による領土奪還を阻止しようとしているビクトル・ピンチク財団が毎年キーウで開催しているヤルタ欧州戦略フォーラムでウクライナ国防省情報総局の幹部バディムスキビツキー氏はロシア部隊の数は強力だと語ったこの数字にはロシアが置いた占領当局の警備をサポートする特殊部隊は含まれていないというロシアは2014年にクリミア半島を一方的に編入し 22年2月に始めた全面的な軍事侵攻の一環として、さらにドネツク、ルガンスク、ザポリージャ、ヘルソンの4州を併合、クリミア以外では、ロシアはどの地域も完全には掌握していない。